皆さんこんにちは、ビジマイです。今回ですね、第248回目ということで、今回はですね、こちら、ニッキーというトランプのご紹介でございます。はい、それでは近くで見ていきましょう。なんか服が白いとめっちゃ眩しいね、いつもよりね。行きましょう。よいしょよいしょ、パッパ。はい、それでは近くで見ていきましょう。はい、ニッキー、なんかこれパッと見なんかブラックジャックみたいなイメージがあるけど、個人的に、まあいいか。はい、オリジナルデックプレインカーって書いてあります。はい、で下にニッキーって書いてありますね。で、こちらまあ KY 製でございます。マジックスタジオって書いてありますね。はい、こんな感じで、サーチオン YouTube って書いてある。はい、ニッキーマジックスタジオですね。こんな感じです。はい、ではオープン。よいしょ。KY 製は久しぶりに紹介するのかな。はい。で、表側はこんな感じで、まずこれは、広告か何なのかわかんないけど、まあジョーカーにも使えないよね、ブランクカードだし。はい、なんかわかんないね、よくニッキーさんかな。で、これはですね、ギャフカードかな。はい、こんな感じで銃をビューってやるとこういう風になるよみたいな、ギャフカード1枚入ってます。はい、で表側はですね、まあこんな感じなんですけれども、ちょっとなんかアルコに似てるのかな、ちょっとダイヤの形がふっくらしてるところが、ただ数字の字体はちょっと違う感じですかね。はい、こんな感じで、で、絵札もこんな感じでね、違います。ちょっと怖い感じのクイーンさんですね。はい。ちょっと全体的に数字もですけど、丸みを帯びてて、ちょっと太字なのかなっていう表側ですね。はい。こんな感じです。で、顔がちょっとね、こう輪郭が描かれてないっていう特徴的な絵札でございます。ほら、こんな感じでね、ヒゲもないし、ここら辺がね、面白いね。こんな感じの。で、エースは普通ですかね。よいしょよいしょよいしょ。で、ジョーカーが2枚ちゃんと入っております。はい。で、スペードのエースはこんな感じです。ニッキーの N がスペードに書かれていると。はい。まあ、特別見づらいとかはないかな。普通ですかね。で、ジョーカーは2枚とも一緒。でね、反転しても OK っていうのはちょっとありがたいですね。はい。ニッキーの N なのかな、こんな感じでございます。はーい、はい、あ、はい、では裏でございます。箱と同じデザインで、まあ、ニッキーの N がこういう風にね、書かれているという、かなりシンプルなデザインのトランプになっております。はーい、なんかあれですね、パッと見ラウンダーズみたいな感じの印象を受けますね。ね、こうやってちょっと揺れてたらラウンダーズみたいな、そんでもない。はい、まあでもあれですね、ブラックのラウンダーズとね、まあここの位置だったりとかね、あとマークの大きさとか結構似てるんじゃないかなっていうね、トランプですね。まあ個人的ですけどね、そうじゃないですか皆さんは。はい、あら、はい、こんな感じの裏でございます。ふんふん、あ、滑る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 。はい、で、まあ広げるとこんな感じで、まあ特別変わったところとかはないデックっていう感じですかね。まあ、ただ黒付きにはいいかもしれないね。はい、こんな感じでございます。まああとね、ただこう黒く囲んでいるわけじゃだけではなくて、ここがね、ちょっとね、白く分断されてるっていうのがちょっと特徴かなっていう風な感じがしますね。はい、まあそれぐらいですかね。特徴という特徴でもないか。まあ例えばね、スペードの銃をピルエットでこうくるーって回してあげると、うわーみたいなね、にも使えるのかな。はい、で質なんですけれども、まあ中の上ぐらいの硬さのデッキかなっていうふうに思いますね。なんかちょっと変な感じになって、ちょっとこれ落ちて落ちて、はい落ちた、はい、な感じで、まあディスプレイとかもそんなに特徴的ではないトランプですかね。ただフラリッシュはまあラウンダーズを知ってる人だったら、うん、あれラウンダーズじゃねえみたいな、ラウンダーズ詐欺ができるのかなっていう風なデッキかなと思います。ほらちょっと話すだけでね、結構違います、あの一緒に見えますもんね。で、滑りはですね、個人的にですけど結構ちょうどいい滑りかなと思います。そしてまあ表側もですね、数字がちょっとね、字体が特徴的ですけれども、結構普通に広げて見やすいですので、マジックにも使えるっちゃ使えるトランプかなと思います。はーい、
ラウンダーズみたい。あ、デザインがね。まあディスプレイ系はまあ普通ですけれども、まあカット系ですかね、やるとしたら。ただもうラウンダーズにしか見えない。うん。うい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 う。よいしょ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 。わあ、落ちた一枚。よいしょ。はーい。こんな感じのトランプでございます。シュイン。まあカット系とか特別やりづらいっていうのはないですかね。まあやりづらいというよりも比較的やりやすい方のトランプだとは思います。はい。これでね、質もラウンダーズに出たらもうあれやね。はい、ということで今回はニッキーのご紹介でございます。飛んだ。はい、ニッキーのご紹介でございました。こちらはですね、プレイフェアさんで売られていて、まあ他のカードじゃない、マジックショップとかではあんま見たことないんですけれども、まあ、プレイフェアさんで買える、まあ、トランプですね。で、1個確か見た時には2500円だったかな。まあ1個2500円だいぶ高いですので、まあ興味ある方は買ってみてもいいんじゃないでしょうか。で、決して質は悪くはないですのでね。ただ2500円はちょっと高いなぁと感じるデックではあります。うん。うわぁうわぁうわぁ。あら、まあ乗ったのかな。乗った。あ、なんかやりづらいな。開けたてだからかな。なんかやりづら。はーい、バイバーイ。ああ、2500円は高いよなぁ、これで。まあ、ただ、あれだもんね、見かけないから、レアではあるのかな。うん。この経路はよくわからないけど。はい。バイバイ。よしよしよし。久々にやったな、これ。ジュイン。チーよ。あ。エアコンの風に負けた。